いつも動画に遊びに来てくださって本当にありがとうございます。今回は何このバイク、ニコット PT125 を紹介&行動インプレッションします。最後までお付き合いよろしくお願いします。こんばんは。ということで天口です。はい、またいい感じのバイクですよ。皆さん好きでしょう、こういうの。ニコット元 PT125 125cc のバイク、オフロードバイクですね。で、今回試乗する機会をいただきました。ニコット PT125、 中国のバイクで価格がなんと30万を切っております。新車で29万5900円。エンデューロレースでポロポロ見かけるんですよね。うまい方乗られてるんですよ。単走重量89キロ、中国製の、クーレの SOH の2バルブの単気筒エンジンで、セールがついてます。で、4速ですね。一番下がニュートラで、アップアップアップで4速で、燃料なんとこれで8リッター入るんですね。高速度が一応90キロになってます。で、フロント19、リア16ですね。スタイルいいですよね。わかりますかね、なんかねCRF とかよりすっごいスリムで、車高が高くて、自転車みたいな感じ、なんか自転車にエンジン積みましたみたいに風に見えるバイクですね。はい。で、プレートついてます。で、だからプレートついてて、つけれて30万切る125のバイクで、これがなんとさっきちょっとお話を聞いたところによると、エンジン単体で、売ってて、今125じゃないですか、150と190っていうのもあるらしいんですよ。はい。もちろんその場合はそのクローズドで乗るか、まあ、プレートをどういう風に取るか、ちょっと僕にはそこまでは聞いてないですけど、まあ、クローズドで乗るなら150とか190っていう選択肢のエンジンを乗っけることもできる。で、CRF125 と違うのはフロントが倒立フロントフォークですね。はい、LED のウインカー。で、ライト普通についてますね。だから行動の今プレートついてます。いや、軽いっていいんですよね。だから KLX の125とかもすっごく面白くて最高なんですけど、ちょっと重たいんですよね。僕ちょっとね、なんか後で聞いてみるけど、これは何なんだろう。これ打ったら危ないですよね。ウェーブディスク、めっちゃちっちゃいですね。なんかウェーブ、なんかリアの方がキャリパーがしっかりしてるような感じがするんですけど。で、キックがついてて、シェルもついてます。で、キャブレターですね、キャブ車ですね。マフラーもなんかいい感じですよね。チャンバーついてますね。軽い、めちゃくちゃ軽いですよね。自転車に毛が生えたみたいな。リザーブついてますね。リザーブ見ましょう。キーをひねって、デジタルですね。セル、ちょっとキャブレターのセッティングが出てないっていう話なんで、上がタコメーター、あ、流れるウインカーですね。流れるウインカー、5つ目なんですね。5つ目で、ね、I だと全部つくんですね。いいじゃん、かっこいいですよ。はい、足つきですが、 CRF125 や TTR と比べるとかなり高いですね。170cm、59kg の僕でこんな感じになります。ただし車体が軽いんで、この足つき、つま先ツンツンほど不便、怖さは感じないですね。こんな感じで片手で持って全然楽です。このぐらい簡単に浮いちゃいます。ありますね。行動乗ってみたいと思います。まあ軽い、振動とかどんなんですかね。足回り、フロントは最初すごく硬く感じたんですけど、今はそうでもない。ギアが上ですね。上に上げて、ここにインジケーターが出ますね、あのミッションの。じゃあ行ってみたいと思います。キャブセットが出てないってことで、ちょっと途中がもたつくよっていうことでしたね。はい、ウインカー出します。まあ、一応クローズドなんで、ちょっと加速してみます。
感じですね。振動、まあ、決して速くはないですけど非常に軽いんで、もう自転車みたいですね。めちゃんこ軽い。はい、止まります。ウィンカー出します。もう足つき性は決して良くないんだけど、止まった時にもうバイクが軽いんで、楽だ。キャブセットとかをちゃんと出してあげればめちゃんこ楽で、ハンドルのポジションがすごくいい、高くてすごくいいですね。クローズドの駐車場なんで軽くくるくる回っていきますけど、軽いっすね、めちゃんこ。だ、動くべきところをきちんと、もうちょっとこう、なんだろうな、もうちょっと優しく動くように、このカックンカックンじゃなくて優しく動くようにしてあげれば、今どっちかというとこうガチャ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 動いてる感じなんですよね、どうも乗った感じが。で、ホールドもしやすいですね。で、思ったんだけど、ハイスローなんですね。ハイスローってスロットルをこうガバッと開けるのに、グワーって開けるのか、もうこれぐらいで全開になるのか。で、これどうもハイスロー、すぐ全開になるんで、ハイスローが入ってますね。林道とかだと4速で、いいのかな。振動と音が大きいですね。マフラーの抜けがポツポツがして抜けがいい、抜けが良すぎるのかな。まあマフラー静かなのが好きな人は、まあ、ちょっとバッフルでも入れたら、バッフル入れてセッティングを出してあげたらいいかもしれないですね。コーナーも軽い。オンロードのタイヤ履いたらスイスイ走れる感じですよね。もう車体もめちゃくちゃ細いんで、 KLX とは比較にならないですね、この軽さが。まあゆっくりしましょう。2速、3速、4速。うん、いいぞ、楽しい。これで、まあ30万切ってるじゃないですか。で、まあ自分でちゃんと整備して、動くところをきちんと動くようにしてあげて、で、セッティングを出してあげて、ボードを乗って、このまま林道に入っていけるっていう。ちなみに今日、こちら、区間はお祭りをやってます。お祭りです。いい匂い。なんかひじまるくん、お客さんが続々と来られてますね。4速で50キロ、まあだって60キロとか出しても捕まっちゃいますもんね、結局ね。そうほど振動はないですよ。ステップとかハンドルに伝わってくる振動ってあんまないです。多分こっからガバッと上げて回していくと、こう振動が手とかにかなり伝わってくるんじゃないかなと思うけど、まあ50キロとかだと全然大丈夫。はい、曲がります。コーナーが軽い、めちゃんこ軽い。もうママチャリみたいな感じですね。乗る位置が高いから、こう どう言ったらいいですかね。まあ逆に言うとフラフラもするんですけどね。フラフラもするけど倒し込みとかめちゃくちゃ軽い、いいと思います。ヘルついてるし、ボードも乗れるし、で、ね、レースの時とかイベントの時は150とか190のエンジンを
そのまま積み替えてもいいし、このバイク可能性広がりますよね。あとはキャブセッティングとかそういったところ、細かいところを煮詰めてあげるのが大事ですね。あ、ベースとしては国産の125いじるのもいいけど、もうこういったなんか軽いバイクを遊んであげるのはいいかもしれないですね。あのこのまんまでもっともっと PT125 面白いいいバイクでした。想像以上にいいバイクでした。いじれる人に乗ってほしいかな。いじれるっていうか、そのきちんとこうバラして組み立ててっていうのが楽しい人、プラモデルみたいなのを作るのが好きな人に乗ってほしいですね。でこれデカール剥がしちゃうともう何のバイクか分かんなくなっちゃうんだよ。何ですかって聞かれるんじゃないですかね、これ本当に。もう乗り潰す覚悟で買うみたいな感じですかね。もうこれ買ってひたすら遊び倒して、まあずっと持っとくみたいなイメージですかね。リセールはやっぱり KLX125 とか CRF の方が圧倒的に高いんで、そういった意味でその後で売るってなるとちょっと大変かもしれないですけど、まあ買い値が安いんで、まあひたすら遊び倒してあげるっていうのがいいかもしれませんね。甘口でした。ニコット元 PT125。皆さんもぜひ機会があったら乗ってみてください。そしてこれが面白かった、良かったっていうことはチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。